が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただ何かが消えてしまったという感覚だけが目覚めてからも長く残る。このまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたら何かを誰かを探している。そういう気持ちに取りつかれたのは多分あの日から。あの日、星が降った日、それはまるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。愛し方さえも君の匂いがした。歩き方さえもその笑い声がした。これってもしかして、これってもしかして本当に私、夢の中であの男の子と、俺は夢の中であの女と入れ替わってる？それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。何が起きているのかだんだん分かってきた。滝くんは東京に住む同い年の高校生で、ど田舎暮らしの三葉との入れ替わりは不定期で、週に 2,3 度不意に訪れる。トリガーは眠ること、原因は不明。入れ替わっていた時の記憶は目覚めるとだんだん不鮮明になってしまう。それでも俺たちは確かに入れ替わっている。周囲の反応がそれを証明している。だから私たちはお互いの生活を守るためルールを決めた。入れ替わってしまっている時の注意点や守るべき禁止事項、それから入れ替わった日の出来事を携帯に残すこと、この謎現象をとにかくも乗り切るために協力し合うこと。それなのにあの男は、男子の視線、スカート注意、人生の基本でしょ。人の金を無駄遣いすんな。食べてるのは君の体、私だってバイトしてるし。組紐とかこれ無理だろう。あなたバイト入れすぎ。お前の無駄遣いのせいだろ。私たち超えれるかな、この先の未来、数えきれぬ困難を。言ったろ、二人なら笑って帰り討ちにきっとできるさ。今日は帰り道に奥寺先輩とお茶。君たちの仲は順調だよ。てめえ三葉、俺の人間関係変えるなよ。ちょっと滝くん、
なんで女子に告白されてんの？お前、俺に人生預けた方がモテんじゃね？うぬぼれんといてよね。彼女もおらんくせに。お前だっていねえじゃねえか。私は、俺はいないんじゃなくて作らないの。